今月17日、静岡市清水区での報道発表の会場に並んだのは、鮮やかなオレンジ色のミホサーモンです。ユニの桜井とか、もちもちのシラス等をした素材をしているんですけども、この3段目なんです。地域の経済の新たな起爆剤として事業化しようと、企業、大学、行政が1年前からサーモンを養殖し、今年11月本格的に出荷販売が始まりました。ミホサーモンは清水区ミホで、地元駿河湾の地下海水を使い、陸上で育てられています。地下海水は細菌が少なく養殖に最適とされていて、寄生虫の心配がないサーモンが生産できるということです。先月から地元の飲食店やホテルなどへの出荷が始まったミホサーモン。気になるそのお味は。アニサキスのアレルギーがあるので安心して食べれるので、油の割りがちょうどいいことと、魚臭さが全くないです。生臭いっていうのは全く感じません。油が多すぎずさっぱりしているものの、味が濃いのが特徴ということです。日本全体の食というもの、そして日本というもののこの日本における文化ですね、こういったものも一緒に売り込んで、日本の地域に発展、日本の地域の発展に貢献できればというふうに考えております。地元の海と地元の人たちに育てられているミホサーモン。静岡市の新たな特産品として期待が高まっています。